はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えー、スラックの、えー、ダイレクトメッセージの使い方についてご紹介します。はい。えー、このコースでは、10週間にわたって皆さんを、えー、30人、すいません、えー、10人ずつぐらいのグループに分けて、えー、活動してもらいます。はい。で、そのグループを、あのー、一つ一つにスラックで私は、 えー、チャンネルを作ることはできません。ちょっと人数が多いのでね。えー、ですので、皆さんで、えー、えー、っとですね、ダイレクトメッセージのグループチャットを作ってもらおうと思っています。それは、えー、っと、そのグループの中で一人だけが、えー、作業したら他の人はみんな、えー、そのグループに入って話し合いをすることができます。はい。えー、で、そのグループを作,、えー、作るにはですね、今この画面の、えー、左上の方に ニューメッセージっていうのが今出てきてますね。この JFND 日本語の右側にあるここのところです。はい、えー。ここをクリックするとニューメッセージというのが出てきます。で、ここのところに、えー、同じ班の人の名前を入れていけばいいでしょう。えー、ここでは、えー、例として、あの JFND の先生の名前を入れてみたいと思います。えー、例えば、アーリーマ。はい。えー、アーリーマ純一出ました。それから、大沢木。 大崎、はい、出ました。それから、えー、妹。はい、妹さん出ました。それから、さけみ。あれ、さけみ。あ、出ましたね。はい。それから、かながえ。あれ、かながえない。ない。なんでえー、なんでないんだっけえー、っと。じゃあ、ようこ。 あ神奈川さんこの中に入ってないのか。あ、金貸先生は入ってないみたいですね。はい。で、こういうふうに、あの、人数を4人分、あの、入れて、そしてここにですね、えー、グループチャットを作りましたとか、ま、適当に書いてみたいと思います。はい。グループチャットを作りました。まあ、こんな感じでね。で、えー、っと、そしてこの、えー、送信ボタンを押したら、 この人たちとのグループチャットを始めることができます。はい。えー、あの、この、まあ、最初にも言いましたけど、えっと、この半はですね、半というかグループは、この10週間のコースの中で、とても大切なものですから、ぜひ皆さんのグループの10人ぐらいの同級生の人たちと一緒に頑張ってほしいと思っています。はい。それでは失礼します。